皆さん、こんにちは。今日はバレーボール界に激震が走る大ニュースについてお話しします。パリオリンピックで日本男子バレーボール代表を率いた名将フィリップ・ブラン監督、彼が今韓国のクラブチーム現代キャピタルの監督として新天地に挑んでいます。しかもブラン監督だけではありません。なんと韓国のプロバレーボールリーグ V リーグの男子7チームのうち5チームが外国人監督を迎え入れているのです。これは韓国の4大プロスポーツの中でも前例のない出来事です。一体何が起きているのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。実は世界中の名だたる指導者たちがこぞって韓国リーグに熱視線を送っているのです。あるエージェントは、韓国リーグは最近外国人監督を選ぶ球団が増え、指導者たちの関心も高まっている。ある球団が新しい監督を選ぶことにしたと発表した当日だけで履歴書が20通以上送られてきたと証言しています。ではなぜ世界屈指の名将たちは韓国に集結するのでしょうか。その最大の理由は、驚くべきことにお金なのです。韓国リーグでは監督の年俸が3億から4億ウォン、約3160万円から約4220万円にも達します。これほどの高額年俸を提示するバレーボールリーグは世界でもほとんどありません。しかし高額報酬の裏には韓国バレーボール界特有の難しさが潜んでいます。ブラン監督はその特殊性についてこう語っています。韓国は他とは異なる。外国人をよく選び、新人選手をよく選ばなければならない。長い時間を経てチームを作り、選手たちを成長させなければならない。まずはブラン監督が韓国行きを決断した理由から詳しく見ていきましょう。ブラン監督は韓国紙スパイクのインタビューでこう語っています。現代キャピタルのスタッフと会った時、トップを奪還しようとする長期プロジェクトを私に説明してくれた。その部分に魅了されたんだ。日本代表チームで言ったように、段階的に頂上へ乗せるというプロジェクトが魅力的だった。つまりブラン監督は長期的かつ具体的な強化計画に惹かれたのです。彼は日本代表でも8年という長い時間をかけてチームを世界レベルに引き上げました。その経験を生かし、韓国でも同様の奇跡を起こそうとしているのです。ブラン監督は日本代表での経験をこう振り返っています。日本代表チームでは8年ほど一緒に時間を過ごした。初めて見た選手とパリ五輪での最後の姿は違った。結局時間が必要だったのだ。この言葉からもブラン監督が長期的な視点でチーム作りを考えていることがわかります。彼は選手の成長には時間がかかることを十分に理解しているのです。しかしブラン監督は韓国バレーボール界の難しさも指摘しています。スポちゃん、若い選手には時間が必要だ。その時間を通じて選手の能力値、強い心を成長させることができると述べ、じっくりと時間をかけてチームを作り上げる必要性を強調しています。またブラン監督は外国人指導者として文化の理解の重要性も強調しています。外国人指導者として重要なのは、各国の文化を早く把握することだ。これは意思決定を下す上で重要だと思った。この言葉はブラン監督が単に技術面だけでなく文化面でも深い洞察力を持っていることを示しています。韓国の文化や慣習を理解し、それに適応していくことがチーム作りの成功に不可欠だと考えているのでしょう。さらにブラン監督は家族の支持も決断の大きな要因だったと明かしています。実際韓国行きを決定するまでには家族の応援と支持が絶対的な割合を占めた。これがなければ難しかった。一方でブラン監督は日本への未練はないとはっきりと述べています。日本ではまた帰ってきてほしいという話をたまに聞いているが、すでに決定を下したので全面的にここに集中しなければならない。私のプロジェクトにより集中している。この言葉からはブラン監督の韓国での成功への強い決意が感じられます。日本での成功を糧に韓国でさらなる高みを目指す、そんなブラン監督の姿勢が伝わってきます。では
なぜ韓国リーグは外国人監督たちにとってこれほど魅力的なのでしょうか。その理由をさらに詳しく見ていきましょう。最大の理由は先ほども触れた高額報酬です。韓国のプロバレーボールリーグは世界で唯一公式にプロバレーボールを標榜しています。つまり完全にプロ化されているのです。これにより監督たちに魅力的な待遇を提供することが可能になっているのです。韓国紙東亜日報はこの状況をプロバレーボール V リーグ男子に外国人監督の全盛期がやってきていると表現しています。実際現在の韓国リーグにはブラン監督以外にも世界的に有名な監督たちが集まっています。例えばフィンランドのトミー・ティリカイネン監督は大韓航空を率いています。日本バレーボール界のレジェンドである荻野正治監督はアンサン OK 金融グループの指揮を取っています。さらにスペインの名将ミゲル・リベラ監督は KB 損害保険を日本のパナソニックで黄金期を築き、アジアの強豪イラン代表監督を務めたマウリシオ・パエス監督はリカードを率いています。まさに世界のトップクラスの指導者たちが韓国リーグに集結しているのです。この状況は韓国バレーボール界にとって大きなチャンスと言えるでしょう。世界トップレベルの指導者たちの知識と経験が韓国の若手選手たちの成長を加速させる可能性があるからです。スポちゃん、しかし高額報酬には当然ながら高い期待が伴います。韓国のファンたちは外国人監督たちに即座の結果を求めるでしょう。あるファンは韓国リーグは本当に外国人選手の出来が大きい、韓国人選手の成績はさておき外国人選手は不調が続くと解雇するからね、この中で短時間で良い成績を求められても厳しいとコメントしています。つまり高額報酬と引き換えに監督たちは大きなプレッシャーにさらされることになるのです。短期間で結果を出すことを求められる一方で長期的なチーム作りも必要とされる。この矛盾した要求にどう応えていくかが外国人監督たちの腕の見せ所となるでしょう。さらに韓国バレーボール界には独特の文化や慣習があります。例えば選手の兵役問題や厳格な上下関係などです。これらの特殊性に外国人監督たちがどう対応していくかも大きな課題となるでしょう。ある韓国のファンは世界のスポーツ界とは全く異なる韓国スポーツ特有の競技力よりビジネスとしてのスポーツという価値観の上で選手チームを育成する難しさは相当だと思う。特に技術面のレベルアップには相当時間をかけての作業になりそう。それプラス兵役やら上下関係やらでスムーズにいかないことも多いはずとコメントしています。この指摘は韓国バレーボール界が抱える課題を的確に表現しています。技術面での向上だけでなく韓国特有の文化や制度との調和も求められるのです。外国人監督たちはこれらの課題にどう取り組んでいくのでしょうか。ブラン監督自身も多くの困難があるだろう。それでも選手たちが心を合わせて勝っていけばいい。私たちの選手とコーチングスタッフは全ての選手とコーチングスタッフがそばで助けているということを感じられるように最善を尽くすと語っています。この言葉には困難を認識しつつもそれを乗り越えようとする強い意志が感じられます。ブラン監督はチーム全体の団結力を高めることでこれらの課題に立ち向かおうとしているのです。世界の名将たちが集結する韓国バレーボールリーグ、この前例のない状況は韓国バレーボール界にどのような変革をもたらすのでしょうか。一つの可能性として世界トップレベルの指導者たちの知識と経験が韓国の若手選手たちの成長を加速させるかもしれません。ブラン監督が日本で成し遂げたような奇跡が韓国でも起こる可能性があるのです。ブラン監督は日本代表チームを世界のトップレベルにまで引き上げました。その過程で彼は長期的な視点でのチーム作りの重要性を学びました。選手の技量発展のためには中長期的な計画を持って時間を多く投資して努力を傾けなければならないというブラン監督の言葉はその経験に基づいています。この経験と知見を韓国で生かすことができれば韓国バレーボール界全体のレベルアップにつながる可能性があります。特に若手選手の育成においてブラン監督の手腕が発揮されることが期待されます。しかし一方で韓国の特殊性が
外国人監督たちの手腕を制限してしまう可能性もあります。文化の違いや短期的な結果を求めるプレッシャーが長期的な成長の妨げになる可能性もあるのです。短期的な結果を求められる一方で長期的なチーム作りも必要とされる。この矛盾した要求にどう応えていくかがブラン監督をはじめとする外国人監督たちの腕の見せ所となるでしょう。しかしこれこそがブラン監督たち世界の名将が挑む新たな挑戦なのかもしれません。彼らが韓国バレーボール界の特殊性を理解し、それを強みに変えていくことができれば、韓国バレーボールは世界でも類を見ない独自の強さを手に入れる可能性があります。ブラン監督たち世界の名将が韓国で起こす奇跡。それは単に韓国バレーボール界だけでなく、バレーボール界全体に新たな可能性をもたらすかもしれません。韓国リーグの今後の展開から目が離せませんね。ブラン監督たちの挑戦がバレーボール界に新たな風を吹き込むことを期待しましょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。